あのね、ほラッパが鳴るわけやさ、う。気どん象なラッパ。音？それはね、どういう調子になるかやったらね、たったとたた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 た
平田さんは辛いわね、パッとまた起きるかね、平田さんは辛いがね、またまた起きるかねというような、あの頃で言うたらそれがパッ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 パパ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 パ、まあ、ないじゃない、おじいちゃんの踊それ本当にほんまにそういう歌ではなかったっけ、勝手に語呂合わせしたわけ、みんながそれ語呂合わせしたが、みんながそうやってそういう言ったのが語呂合わせで、ピッタさんは辛いわねえと言うとんごって、ほんとふるぞとんじゃって首切られて聞こえたら毒毒よ、まあそれはそれでピッタさんは辛いわね、また泥も起きるかねとかよね、やな、まあええわ、そうやってラッパが鳴ってご飯食べて昼も休んで晩も、うん、あの寝るラッパが9時にか、うん、9時やったかね、うん、ショートラッパ、ショートラッパやが9時やったと思う。それはどんな音、ね、そういうのはね、うん、ショートラッパね、いいかね、思い出すね。うん。まず抜けそう。時間。またお。配球の時もラッパーの音は違うわけ？その配球は家庭の方じゃけどな。軍隊ではね、衛生兵というのがおってね、衛生兵ってね、うん、ちょっと食事を作るね、また水手がおるが、軍隊の中に水手が、衛生兵で、うん、その水手がおってね、それをご飯が作ってくれちゅうから、うん、おじいちゃんが作ってくれたら、それをラッパがなったら、みんなとおっと顔を洗って、うん、それからトイレ行って顔を洗ってね、ご飯食べて、それから仕事に行くわけよ、また。うん、ほんで、おじいちゃんと半地焼き連れてね、うん、12か20連れて行く。その配給の時のラッパーの歌はどんな？配給は違うって、それは一般家庭じゃんけ。ああ、そうか。軍隊じゃけ配給ないやから。そのご飯を食べて。だから嬉しかったのよ。配給じゃないけ、いわゆる白ご飯が食べたわけよ。ね、違うな、思ったわけよ。まあそういうことでね。うん、で、まあ夜までやってだれるけね。うん、寝るわけよ。うん、で、まあ、家と時間たっぷりやから、うん、まあ、5時になったただ、まあ、たさうと知れるのかね、まあ、いかそれ言うたらいかんけもやろ、うん、いかんけまだまだまだそれ消しなかったけもう分からんかった、うん、まあ、とにかくそうやってね、一つ過ごしたが一つ、うん、それが一つよ、西屋の飛行場で、うん、次はね、あれから浜行った前浜といえば、小柄よ、うん、その前浜へ行った時また別の橋で、うん、ね、同じ動員を、うん、ね、勉強せずに動員って、うん、今度どうしたか言ったら、民家のね、民間の家のね、うん、地下へ、うん、床下へね、モグラ入ってね、モグラ穴入ってね、うん、穴掘るわけ、うん、まあ言ったらトイレをする穴みたいなもんよ、モグラ穴よ、うん、掘ってどうしたか、それ、うん、隠れちゃって、うん、で、アメリカ軍が上陸してきたらね、うん、ボンダン持ってて、ドンと行くわけよ、うん、そのためのモグラ掘りをね、うん、おじいちゃんモグラ言ったけそのこと言うとしまいよね、当時、うん、おじいちゃんのモグラね、を、掘りにいたがよ、うん、そういうこともあったが、ね、そうやって掘りゆううちに、うん、
その優生戦争が済んだのよ、うん、そこでね、うん、でそれで済んだということでしょう、うん、で当時そのだけに、うん、もう一つはあの北側に山にね、うん、今龍河洞へ行くまでに公園が動物公園か、うん、できたらね、うん、あそこへね、うん、あれ何や、筆算じゃないか、あれ何やね、忘れたね、そこの山へ、うんうん、道ずっと下からね、うん、道つけて上の山までてっぺんまで、うん、ぐる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 道を、うん、周り持ってね、うん、くる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 ほら、くる山をこうくるくる回るんで、うん、ゴー、うん、あれね、おじいちゃんら残兵号言ったけど、しまいよ、とにかく人間の頭がね、うん、隠れるぐらいの水をね、うん、水をよ、うん、掘ってね、つけたね、溝道をずっと、うん、塹壕といったね、うん、塹壕、それをそういう仕事もしたわけよ、うん、で、それがまあ一つよね。そういう仕事をするときに、うん、今度は日照の飛行場のときには弊社へ泊まったけんど、うん、あ、もう一つがある。もう一つが三つ目の仕事、うん、あの今の大津の船渡とかあるのね、うん、船渡大学があって、南に出た電車通りね、うん、あそこに辺を船入れがよ、うん、ね、船入れが当時ねこういうの蛇行したわけよ、うん、ね、蛇行しよったがを、うん、あおれてお米が作れんけんや、うん、いうことで土地改良、うん、ね、土地改良するためにおじいちゃんがまた動員されたわけよ、うん、で、どうしたか言うたら田んぼよ、田んぼどん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 掘ってね、クワで掘ってスコップで、あの土地を田んぼの土地取ってね、うん、あの今できる20メートル場のアルミ川を作ったね、うん、あれ今船に出がよ、あれあれおじいちゃんの土地だよ、うん、でその土地をのけて、うん、土地を掘る人、それからもうここで運んで、うん、よそへ持っていく人、うん、手分けして、とにかくこの川ができたないけ、今のあの、おじいちゃん作ったんですよ、戦争中に、あ、これそれで、川川は今の船入れ川よ、船入れ川、船入れ川よ、ずっと出てきちゃうから、こっち向いて、大津の子がこっち向いてきちゃうろ、あるかね、そんな川、もう分からん、分からない話は知らないけどね、うん、川を作ったんよ、いや、土地がないの、うん、ないよ、とにかく船入れ川よ、うん、船井川のせざぎよというのは、あ、こっちの農業の効果がそう、その船井川のせざぎを、こっちの船と、というね、歌があるがね、その、そこから先は、うん、いいわ、そんな、あの船井川の流域の土地改良、うん、ためにおじいちゃん動員されていて、うん、まあ言えば、されていてやったと。ところがそこでね、どうしたか言ったら、うん、そこでおじいちゃんながね、うん、嬉しかったのは、うん、今度はそこの土地を持ちお役所さんよ、うん、農家よ、うん、ね、今まで、あれは、あ、布施田か、うん、布施田の人から、うん、おんが布施田ねんだよね、うん、今まで布施田の人は、うん、役所さんが、うん、お米を、うん、あ、ケラケラから、うん、あれは主だか、うん、あの方の大津、うん、お役所さんが、うん、お米をね、大きな釜でよ、うん、言い忘れん、大きな釜でね、うん、あの、なんだかね、こうでわかる、あの、紙を作るのにね、うん、あの、ほら、あそこの材料の、うん、あの、企業よ、うん、あそこらある材料を蒸して、うん、その皮を取って紙にするという構造の、うん、その大きな
構えを、うん、ね。